今日はスタックちゃんを作ってみます。スタックちゃんはオープンソースなスーパーかわいいコミュニケーションロボットです。公開されている 3D プリントデータや有志の方が販売しているキットから作る方法が一般的ですが、なんかいける気がするので身近な材料で自分で作ってみます。ベースはダイソーの板材、タミヤのユニバーサル金具、サーボとコア2は家にあったのでそのまま使えます。ボディーパーツ用に板材を適当な寸法で切り出します。大きさは目分量です。脚部パーツの製作は動画に残すのを忘れてましたが、まあなんかいい感じに木材にサーボを固定します。ユニバーサル金具を曲げて左右のボディをくっつけました。それらしくなってきました。サーボホーンとボディを連結すればほぼ完成です。接着剤が乾くまで仮止めしておきます。仮止め状態で動作テスト。もうだいぶ可愛いです。接着剤が乾いたら完成です。磁石でマウントします。サーボ用の基板が内部に収まらなかったので頭の上に乗っけています。たまたまユニバーサル基板がジャストサイズでした。喋ります。AI と接続しておしゃべりもできます。何か早口言葉を言ってください。歌います。あとはプログラム次第で思いのままのスタックちゃんになれます。皆さんもぜひ試してみてくださいね。